こちら河合モンドです。今日はですね、前回の検証の際に、付き合っていただいた受講者の方がですね、フラッシュライトを使用した体内部検証を行いたいということでですね、今回、その強力フラッシュライトの方をですね、持ってみえました。そのフラッシュライトというのがですね、こちらになっています。有名なメーカーのジェントスというメーカーなんですけども、フラッシュライトのね、私もいろいろ持ってます。例えばですね、このような一番いいのこの T-REX というね、小型のね、こういったのが一番いいですよね。ちっちゃいもので T-REX、 これで500ルーメンですね、最大500ルーメン出せる。で、中はリチウム電池を使用して、強力な光量を出すというような仕組みになっております。でですね、いろいろな種類があります。ジェントスは大手メーカーですから、いろいろな種類があって、例えば、USB 充電ができるものとか、充電池がついてるやつとかいろいろありますけども、でその、その方が使う用途に従ってですね、いろいろなこう違ったさまざまなフラッシュライトから選ぶというような形になりますよね。例えば工場に行ってですね、いろいろこう配線ね、電気の配線を夜中に殴らなきゃいけないとかね、工事現場に行かなきゃいけないとか、もしくは釣りをされる方とかね、いろいろなそのシーンっていうのは考えうるわけですよね。ですからその、実際にその誤診として使用するのと、またそういったことにね、いろんなその多目的な用途で使用するっていうのはまた違ってくるということですよね。でですね、これ、例えばこういうようなライトもあります。基本的に今ってインターネットね、アマゾンでもそうですけど もう本当にさまざまなフラッシュライト売られてますよね。でもちろんそれはもう昔と比べて安価になってきてますし、で本当にいいのになるともうタクティカルライトね、例えば軍用だとか警察が使ってるようなフラッシュライトも普通に購入できます。これでも結構な光量がありますね。こういったものがありますし、もしくはこのようなね、大きなものがあって、これもドンキにも使えますしね、叩けますしバンバンとね、警備をされてる方なんかこういったような大きなものでかつ光量もあるというものね、こういったものを使ったりとか、これもそうですよね。このようなものがあって、でさまざまなメーカーも出してますし、その中でも大手メーカージェントスというのはね、有名ですよね。で今回のそのライトというのはジェントスの今回のメーカーというのはジェントスの950ルーメンということになっております。で950ルーメンというと結構な光量なんですよね。で今もう1000ルーメンだとか2000ルーメンだとか4000ですかね、もうかなりのルーメンの高いものも出てますよね。もう下手をすると車のハイビームぐらいの威力というか光量が出るようなものも売られております。でそれぐらいすごい時代になってきました。でかつそんなに高くないんですよね。安価で誰でも購入できるということで、もちろんそういった多目的用途もいいんですけども、誤診に関してこれを使用するということでもその敷居は低くなったと言えるのではないでしょうか。今回はですね、その対内部検証ということで、実際問題そのフラッシュライトを、使ってですよ、でもナイフでバッと襲ってきた襲撃者に対して実際それを止めることができるのかどうかということの検証なんですけども、これはですね、私もうすでにフラッシュライト講座ということで、ゴシング講座の動画販売の方でですね、すでに紹介させていただいております。で、その際に私も言ってるんですが、夜間、基本的にこのフラッシュライトっていうのは夜間に、強力な作用を及ぼすということですよね。ですから例えば夜になると人間っていうのはその瞳孔がバーッと開いてきますよね。光を取り入れようとしますから、多くね、それですから、そういった作用は、そういった、ことがあるものですから、夜間であれば、人間の瞳孔が開ききっている時にとてつもない光量のフラッシュライトを照らすということであれば、即時停止というか、もう目の前が真っ白になりますからね。でこれはその動画販売の、ね、そちらの方でも、その動画の方でも紹介しております。検証動画を紹介しております、その中で。ですからそれを見ていただいてもいいです。
ですからそうなると強力なフラッシュライトもしくはタクティカルライトでなくともですよ、高価なものでなくとも、あの下手をするとそのダイソーのね、ダイソーだとかあのセリアでもそうですけど、100円均一で売ってるような、ああいったその100円均一のライトでも本当に強力なものはあります。もちろんそういったね、あの高価なものに比べたらあの大したあれはないですけども、もちろん差は出ますけども、それでも十分対抗し得る、それを使ってね、相手に対してその十分対抗し得るだけの能力を持ったものはあります。はい、まあそれはね、動画の方また見ていただいて、まあこれ本当に使えるのかどうかっていうのを判断してください。でですね、今回なんですが、まあそのような動画でですね、まあ、要はその明るい時に、フラッシュライトを使用したら果たして使えるのかどうかというのを私実際、まあもちろんその受講者の方とですよ、講師の中で検証したこと何回でもあるんですけども、実際に動画にするっていうのはあんまり なかったと思うんですよね。ですからちょっと今回撮ってみました。ちょっと見ていただきたいと思います。どうぞ。ちょっといきましょう。はい、ちょっと見てください。あー、かなり来ますね、もうこれ。はい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 、すごいですね。はい、これなら効きます、明るくても。はい、はい、はい、おー、はい、OK です。はい、あ、すいません、大丈夫ですか、覚えてください。いいですよ、それで軽く叩いてもいいですよ、それついても、はい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 、行きましょう。はい、はい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 、ごちそうさまでした。はい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 、そう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 、動いて動いて、はい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 、動いて、はいはいはい、はい、どうでしたでしょうか。まあ見ていただいたら分かりますけども、まあこう950ルーメンのブーストモードでバッと照らしてますけども、普通にさせてますよね。で、私一回バーッと照らされた時にものすごいこう光量、950ルーメンというのはありますよね。で、先に言いましたけども、これ私500ルーメン持ってますけども、こんなの話にならない。950ルーメンというのはまあ2倍ですよね。ですからそのもちろんそのね、公式なね、場所で売ってる、しっかりとした会社で売ってるものを購入した方がいいのはいいです。例えば中華ライトといわれるそのアマゾンで売られているような、例えば中華製のライトになってくると、その、まあ、1000ルーメン、1万ルーメンとかって出てるのもありますけども、基本的にそれがね、しっかりと測ってないっていうのもありますし、で実際そのコメントを見てみると、測った方から見ると、これは全然違うよと、詐称だよっていうのもあります。ですからそういったものは排除してですよ、ちゃんとしたところから購入して、しっかりとその正確なルーメンが出てるものをですよ、購入するっていうのはまあ前提としてですよ、その950ルーメン、私こう見た時に、全く見えなかったですね、実際もね。では実際これさせるのかどうかってなった時に、まあ、今回その矢田師範にね協力いただいたんですけども、普通にさせてますよね、動画を見ると。でなぜかというと、実際問題相手から照らされても、要は光、光源自体を見る必要はないわけですよ、光自体をね。ですからそのまま突進して刺すことができるわけですよね、実際問題ということと、まあ、見なきゃいいってことですよね、その光源ということと、実際問題バッと照らしたところで、昼間っていうのは夜間であれば本当真っ白になってしまうんですけども、昼間っていうのはですよ、基本的にその相手の輪郭だとか他の体の部分っていうのは見えるわけですよね、普通に。ですからそちらに向けて刺しに行けば普通に刺せてしまうということになってしまうんですよ。ですからその今回の検証を見ていただいたら分かる通り、まあ見た感じめった刺しになってますよね。で、受講者の方はこう振り回して使ったりとかしてますけども、そうするとフラッシュライトの意味があんまりなくなるんですよね。だったらその鈍器として使えばいいじゃないかということで、実際鈍器で使うと当たったりしてますよね。そういう意味では鈍器としては使えるんですけども、鈍器として使うんだったらばフラッシュライトの意味がなくなるなということですよね。ですからフラッシュライト
を効果的につけようと思ったらですよ、フラッシュライトの性能ですよ、能力を。フラッシュライトでいかなきゃいけない、フラッシュライトのだけの能力でいかなきゃいけないっていうのは当然ですよね。いやもちろんこう照らしながらこう叩くっていうのも方法もありますし、私そのね動画の方でも紹介してますから、またそれは見ていただいたらいいと思います。まあドンキとして使用する、ね、もちろんその私はフラッシュライトの有効性っていうのは認めております、絶対的に。ですがその実際問題、そのサイレンスプレーと違って即時停止できるかというとできない時もあるという判断が私は正しいと思います。だからこの今回のこの検証動画を見た出したところでですよ、実際問題これが効果っていうわけでもないと思います。でなぜかというとですね、実際問題、まあ、ちょっと薄暗いところであればもちろん効果的なのは変わりません。でもってですね、もちろん真っ暗になればもう絶対的な効果があると。で例えば本当に日中の明るい、太陽が照っているような明るいような状態の時ですよね、そういう時が問題ということですよね。であってもですよ、もうかなりの至近距離でいきなりですよ、陰徳していたこの強力フラッシュライト1000ルーメンほどのものをですよ、相手の顔面に超至近距離で当てた時は真っ白になると思います。完全にもう見えなくなってます。で、もちろんですよ、その失明だとか目自体にダメージを負ってしまうっていう確率はもちろん高いんですけども、相手がね武器を持ってきたりしたらそれはもう当たり前で使っていただいたらいいと思いますし、それはね凶悪犯罪に対してですよね、喧嘩だってまた話違ってきますけどね。ということで、まあ、結構なシーンで使うことっていうのはできるわけですよね。ですからそのフラッシュライトの有効性はあるのかないのかというと私はあると思います、絶対的に。ですからそのフラッシュライトは持っていただいた方がいいと思いますね、絶対的に。ただしこういったその先ほど紹介したこのような大きいようなものじゃなくて、ね、これでもちょっとやっぱり大きいですもんね、こういうのでもね、もちろん叩けばいいですし、こうあれはドンキとして使えるっていう性能はありますけども、実際問題はこれってやっぱりこう武器としてのね、武器として見るというのもやっぱりその職務質問かなんかに万が一あったわけですよ。そういったような見方もされるかもしれないです。ですからちょっとこう仰々しいというか、もう見た感じっていうのはあんまり良くないと思います。ですから私がおすすめするのはなるべく小型のもの、まあ大体これぐらいですかね、小型のもので、かつその手のひらに陰徳できるようなサイズですね、こういったものが一番使えます。そうすると逆手の状態でかけれます、パッとね、相手に対して光をパッと照らすことができます。ですからこういったものを使います。で、まあ、動画などでも紹介しましたけども、逆手、順手、逆手、順手というこういった練習をね、していただきたいと思います。でもちろんこれをこの状態でポケットに入れておくとか、もしくはこういったことも刺しておくとかね、それをもうこう逆手で取って相手に曲がらないようにして、いきなり相手の顔に照らすという方法が一番使えると思いますね。そうするとやっぱり人間というのはその準備してしまいますから、 相手が持ってるっていうの分かっちゃうとね。ですから持ってるってことを分からせない状態で陰徳していきなり至近距離で照らすっていうのが一番効果があると思います、ね。ですからそのフラッシュライト自体がそのままその盾として使えるのかというとそうではないので、フラッシュライトだけで果たしてその相手の突進を止められるかというとちょっと話が違ってくると。そうするとやはりフラッシュライトと、フラッシュライトですね、フラッシュライトとそれから催涙スプレーですね、でそれから防護盾、いわゆるそのバッグですよね、バッグ等を使用した防護盾と、この3セットがやはりあるともういろいろなシーンで使えると思います。で例えば、そこまで、危険ではない状態ですけども、ある程度の危険性があるという場合はフラッシュライトでいけますし、これはまずいなという時はサイルスプレーがいけますし、ね、もしくは防護盾でいけますっていうことで、そういったいろんなこの状況を想定してですよ、護身具を持つと、防護盾を持つということは私は絶対だと思います。ですからこれだけを持ってりゃいいとか、これだけを持ってりゃいいとか、防護盾だけ持ってりゃいいってわけではないと思いますね。さまざまなシーンを想定して、護身具を装備してください。はい、そういうことですね。そしてですね、今回ですね、ガラルドさんですかね、ガラルドさんからですね、まあ、いつもコメントをしていただいております。でまたその有益な動画の方をいつもこうリンクを貼っていただいている、ものすごく私としては助かるんですけども、そういったことをしていただいて、でその、まあ、動画をいろいろ見て、わあこれはすごいなっていうのを私も見させていただいているんですけども、そのギャラルドさんからですね、
まあね、このようなコメントが来ておりました。で、そのコメントというのがですね、ありますね。ちょっとこれ読ませていただきたいと思います。追記になりますが、相手がメット着用の場合はフラッシュライトと併用して、相手の動きを止めつつ噴射するのも一つの方法かもしれませんねと。で、前回ね、公開したそのフルフェイスヘルメットをかぶった状態の襲撃者に対してですよ、サイレンスプレイを使用するにはどうしたらいいかっていう動画を私公開しましたけども、その際のコメントですね。はい。で、先生は以前夜間ならとおっしゃってましたが、実は私の持ってるクラルス1060ルーメンのライトは、明るい室内でもカーテンに照らすと反射で目がしょぼしょぼするほどきついので、向けられると明るい室内でも相手は視界が真っ白になって何も認識できなくなりますと。日中の屋外であっても真夏の炎天下を除いてよっぽど明るくなければ十分効果はあります。私は基本スペック中なのでサイレンスプレーでも何でも高威力のものしか信頼しません。以前先生がおっしゃっていたように、あまり高ルーメンのものは相手の眼球に致命傷を与える可能性も否めませんが、個人的には刃物や凶器を持って他人の生命財産を脅かす輩の体を気遣う考えはありません。極限の状況では自分の命や大切な人を確実に守ることが最優先だと考えております。はい、もう全くこれ同意いたします。ですね、そういうことですね。もちろんその高ルーメンのものは相手の眼球にですね、致命傷だとかもちろん失明の危険性があるということを私言いましたけども、私も一緒です。ギャラルトさんと一緒でですね、基本的に、高ルーメンのものを初めから購入すれば早いんですよね、実際問題ですから。本当にご信用として使用しようと思ったら、高ルーメンのものを購入して、でかつやっぱりその電池のことを考えなきゃいけないので、やはりね、高価なんですよね、こうやってリチウム電池、ね、CR123 でしたかね、これだとね、ですからAmazon でも売ってますから、その、ね、充電式の、ものも売ってますし、長いものですかね、充電式のもの CR123 に、フィットするようなものもあると思うんですけども、いろいろな方法があって、コストをなるべく抑えれる方向でやるということもできます。もしくはその普通の電池を使ってですよ、リチウムとかじゃなくて普通の電池を使って高ルーメンを出すものも売られております。だからいろいろなものが売られているので、そこからちょっと選んで、なるべくそのルーメンの高いものを誤診には選んだ方がいいと思います。で、かつその例えばその災害だとかね、もう全く普通の日常生活で使えるようなルーメンに調節できるようなものですね、そういったものを購入した方が私はいいかなと思います。はい、そういうことですね。で、そのクラルス1060ルーメン、私クラルスのこと聞いたことはあるんですよね、実際問題。で、私もちょっといろんなそのフラッシュライトいいなっていうのを考えてまして、やっぱりね、充電できるもの、まあ、今回その950ルーメンのね、受講者の方を持って見えたフラッシュライトも充電式のものなんですけども、いや、いいなと思いましたね。充電式のもので、何度でも充電できて、コストの面も助かるということですよね。で、そう考えると、このフラッシュライトもいいなと、いろいろこんなようなものもいいなって、いろいろなものを間違って今見てます。はい、で、これでいいと思います。クラス1060ルーメン、これは絶対いいですよね、実際問題。で、やはりそのどれぐらいの暗さかっていう、で、例えば本当にものすごく明るいのかね、真夏の炎天下って言ってみますけど、そうですね、ものすごく明るいのか、もしくはもう屋内駐車場のような、あのような暗さなのかとかね、もしくはちょっと曇ってるかとかね、それによって人間この瞳孔っていうのは調節されますから、その時に開き気味になってると威力が増すということですよね。で、かつ相手との間合いですかね、距離によって威力の度合いが違ってくるということで、そのフラッシュライトの方をチョイスしていただいたらいいかなと私は思います。はい、で、またね、いろんな有益な情報等ありましたらお寄せください。はい、ではまたね、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。